第8空軍はアメリカ空軍の航空軍の一つ。特に第二次世界大戦中の欧州戦線における対ドイツ戦略爆撃を行ったことで知られる。司令部はルイジアナ州ワークスデール空軍基地。司令官職は少々をもって当てられるポストである。1942年2月に前身のアメリカ陸軍航空軍第8爆撃軍団がバージニア州で編成された。 7月より主にイギリスを基地としてドイツに対し昼間爆撃を行った。使用機材は B-17 爆撃機や B-24 爆撃機及びその護衛戦闘機などである。1944年2月に編成が変更され、第8空軍となっている。最盛期には2000機以上の爆撃機と1000機以上の戦闘機を保有していた。 ドイツ空軍との戦闘で大きな損害を受けたが、ドイツの抗戦能力に打撃を与えることに成功し、その艦東により、マイティエースと呼ばれるようになった。第二次世界大戦後は戦略航空軍団の所属となり、1940年代後半には B-29 や B-36 戦略爆撃機を保有していた。その後、b 5 0に装備し、 ベトナム戦争に投入された。1991年の湾岸戦争にも第二爆撃航空団が参加している。1992年以降はアメリカ空軍の航空戦闘軍団の所属となっている。その後も1998年の砂漠のキツネ作戦や2001年のアフガニスタン侵攻などにも投入されている。2009年8月。 新設の地球規模攻撃軍団に移管された。ありがとうございます。